半期行ってくる、行ってきてください。チャージしてきます。あと2分です。間に合った、延長知らず。そうですよ、皆さん乗りました？今日は配信が終わった後にもインスタライブします。お、駆け込み乗車。ここで席合ってますか？切符を見てください。切符忘れました。ハートのベクトルダンサーズ乗れますか？乗れますよ。あと1分、あと1分、あと1分。みんな乗りました？残高不足。お、こけた。切符はどこで買えますか？そうですね、ミューモですか？ミューモとかですかね。切符買えません皆さん。あ、21時になりました。はい、発車します。気をつけてください。駆け込み乗車は危険ですよ。ドア閉まります。皆さん乗りました？はい、というわけでおうちゃんトレインスタートします。皆さん乗りました？ちゃんと、うんうん、間に合った。怪我しました、気をつけてください。はい、というわけでゼロ系チャイムとともにおうちゃんトレインがスタートしました。パチパチパチ。はい、乗れました？というわけでおーちゃんとね、今回は臨時増発で13回目となります。今回で13回目です。パチ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 。シートベルト乗りました？皆さん臨時増発です。おー、今回で13回目になります。パチパチ。そう、嬉しい、本当よかったです。いや、皆さん臨時増発の理由は皆さんもうお分かりだと思います。分かりますか？なぜか、なぜだか。お、
GoTo で乗ります。いいね。お、当ててる人もいますね。そうそうですよ、臨時増発の理由はそうですそうです、先ほどのね音楽で気づいた方もいると思いますが、そうです、ドラマの名古屋行き最終列車に出演させていただくので、まあ普段だったらね今回は機動戦士おーちゃんの方をさせていただくんですけど、まあちょっとね今回は臨時増発ということでおーちゃんトロイの方をさせていただきたいと思います。パチ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 はい、というわけで今回もミュージックホーンからのスタートになります。そうですよそう、またね次回は機動戦士おーちゃんの方をしようと思うので、まあ、今回はちょっと臨時増発で13回目を行いたいと思います。イエイ。はい、というわけで今回も車掌は私、運転士も私、車内販売も私、そして新たに機関士も私というワンマンカーで参りたいと思います。見てください、じゃん、ここですね、車掌、運転士、車内販売はないけど機関士もあるというワンマンで参りたいと思いますブラックトレインはい、機関士も車内販売も車掌も運転士も私というワンマンで参りたいと思います。おーちゃんトレインブラックブラックトレインそうですよもう無理です。そうですね、一番忙しいぐらい忙しそうですね、このおーちゃんトレインはワンマンですよ。なので今回も終点まで楽しんでいきましょう。それでは出発進行。そう、おはい、というわけでまずは鉄道ニュースの紹介に行きたいと思います。鉄道ニュースです。じゃじゃーん、今回の鉄道ニュースです。まあこれは結構知ってる方もいると思いますが、 JR 東日本は首都圏の自社路線の終電繰り上げ、始発電車の繰り下げを発表しましたね。結構知ってる方も多いのではないかと思います。終電繰り上げは17路線、始発電車の繰り下げは5路線になります。実施は来年の春頃の予定です。詳しくはホームページをご覧ください。そうそうね、皆さん知ってました？そう、終電が、そうそうそう、うん、あ、私のメールで知った方もいらっしゃいますね。嬉しい。そう。そうなんですよ。あ、知らない方も。なのでね、電車に乗るときは終電がなくなっちゃったとならないように時間を確認して気をつけてください。はい、始発もね変わったり5路線で変わったりするので気をつけてください。以上、鉄道ニュースでした
確かに。厳しい世の中。確かに劇場ねとか行って確かに日帰りするのが難しい方とかもいるのかな。終電なのでお先に失礼しますって言って帰る。確かにそれはね、いつもよりも終電がね早くなると早く帰れるかもしれないですね。そうなので皆さん時間はしっかり確認して電車に乗ってください。おーちゃんトレインニュースでした。はい、そしてまあ前回に引き続き SK48 と私ということの私の地元ということで、まあ、今回も名古屋鉄道について紹介していきたいと思います。イエーイ。そう、 SK48 と私の地元の名鉄名古屋鉄道について紹介したいと思います。パート2。そう、あ、明日乗るよ、いいですね。そう、明日は SK48 のね久しぶりのトーク会があるので、そのトーク会に来る、ね、方は名鉄に乗って来られる方も多いのではないでしょうか。お、いろいろ乗る方いっぱいいますね。パート2、そう、お、いっぱいいる。明日乗る方ぜひね名鉄に乗る方は楽しんで、握手っていうかトーク会も楽しいと思いますが、そこに来るまでと帰るまでも楽しんで来てくださると嬉しいなと思います。はい、というわけでまず今回も路線図の紹介をしたいと思います。前回もね紹介したので知ってる方もいると思いますが、帰るまでが握手会、そうだね。はい、こちらが名鉄の路線図です。じゃーん、じゃじゃーん、見えるかな。あ、そうそう、じゃあねきっとね明日名鉄に乗る方はこの路線図とか見て電車に乗ってきてください。お手製路線図。そう、まず説明したいと思います。ここね、岐阜からここね、ここに名鉄岐阜があって、ここに豊橋駅があって、ここに名鉄名古屋駅があって、これがね見えますか、ここが名古屋本線です。そう、名古屋本線。そしてさなげから碧南までの区間、ここですね。さなげからピーってきてここの赤いとこですね、碧南までの区間を三河線と言います。そう、そしてここの地流から、ここに地流があるんですが、この地流からさなげまでを通称山線と言います。そして地流から碧南までを海線と言います。そしてこの犬山から上井田までを小牧線と言います。きっとねちょっと前回小牧線が見えないという意見があったと思うんですけど、まあ今日は見えるんじゃないでしょうか。前回小牧線が見えないという意見がありましたが、きっと気のせいということで。はい、こんな感じになってます。神だから。今日は見えますよね、バッチリ。そう、気のせいです。
お、そう、このね三河線ね、この赤いとこの三河線はね、そう、私の大好きな名鉄の六線形の独壇場です。六線形がたくさん見れます。もうほとんど六線形なんじゃないですかね。もうたくさん六線形が走っていて、六線形はね線路が単線で、でね、何ってね、ワンマン運転車掌さん、運転士さんがワンマンなので、駅に到着して電車が止まってから扉が開くまでに、まあね、一人でやってるので、そう、一人でやってるのでちょっとね時間が空くんですよ。着きました、止まりました、扉が開きますまでにちょっと時間があって、で、まあ、乗ります、扉閉まります、進みますまでにもうちょっと時間が空くんですよ。やっぱりワンマンということで少しだけ時間が空くんですけど、それもまたいい良さだなって思いますね。六線形のワンマンならではの、そうそう、タイムラグ、そう、ワンマンなので私と一緒、もしかしたらもうよく見たら私が運転してるのかなおーちゃんトレインかもしれませんね、それはそうね、大変ですよねリアルおーちゃんトレインですよ。そうなので、そういうところもね、乗る方は楽しんで乗ってくださるといいなと思いますね。はい、というわけでこんな感じが名鉄の路線図になります。はい、皆さん OK ですか、路線図そしてですよ運転手が見します名鉄といえば有名なのはパノラマカーですが、皆さん知ってますか、パノラマカー。初代もパノラマデラックスも現在は引退しているんですよ。そう、お、出た、乗りたい、知ってる。初代もパノラマデラックスも現在は引退してるんですよ。パノラマデラックスということで、テキストのこちらの表紙がねパノラマデラックスなんですよ。そう、いいですよね、とっても。引退しているんですけれども、そして皆さん、こちらは昭和63年にデビューしたパノラマスーパーでございます。見えるかな、こんな感じでそう、パノラマスーパーです。お、こちらがパノラマスーパーでございます。これ皆さん何系か分かりますか何系か分かりますか、これが。お、お、お、デビューの、お、そうです、合ってますよ。こちらは線形になります。そう、そうです大喜利じゃないですよ、線形になりますはい、ビジュアル系、そうですよ、これは正解書いて大丈夫ですよお会計、違います、違いますはい、まあ、初代はね運転席が上でしたが、こちらは運転席が下で展望席が上になってます。ここですね、
下が運転席で上が展望席すぐ大喜利するやんって書いてありますね。そうなんですよ。これは線形です。まあ、デビュー当時は4両全車特別車で運用していました。前面部にはパノラマスーパーの文字が表示されていました。ここですね、パノラマスーパーの文字が印刷され表示されていましたが、現在は行き先表示に変わっています。これの皆さん、これの青い車両があったのは知ってますか？皆さん、これの青い車両があったのは知ってますか？お、お、お、そうです。ブルーライナーです。ここでテキストです。はい、こちらのテキストのページが40ページに写真付きで載ってますので、皆さんこちらのテキストにしっかりと写真付きでブルーライナーが載っております。しかもね、このテキストめちゃめちゃよくって、なんとね DVD も付いてるんですよ。こうしたもう素晴らしいと思いませんかはい、まあ、こちらとねセットで素敵なテキストになっていますなんと DVD 付きそう、ブルーライナーもあるので、そうはい、まあ、パンタグラフはひし形になっています。ここですね、ひし形になってます。バッチリ、そうそうです。そして皆さん、これは知ってますでしょうか。じゃん、こちらは皆さん知ってますか下枠交差型ではないんですけれども、そうそうそう、こちらは現在走っているリニューアルしたパノラマスーパー1200系でございます。お、これはまだ乗ったことがない。なるほど、今日写真撮った。おー素敵。そう、1200系でございます。ほら、こっちがこれで、こっちがこうなってますね。そう、車体の色が変わって前面の文字は LED の行き先表示に変わってます。そう、 LED の行き先表示に変わってて、現在は特別車2両と一般車の4両の組み合わせで走ってます。お、名古屋帰りに割と乗る。お、そう、違うんですよ。3倍、LED とかね、いいですよね。そうでね、豊橋側が特別車で岐阜側が一般車となっていて、展望席は豊橋側となっています。こちらですね、豊橋側なので、名古屋駅で写真を撮ろうと思って構えてても展望席の写真はね、豊橋側で構えないとずっと普通のね一般車の方が来るので注意してくださいはい、そう、注意してそう、逆向きで来る、そう、罠そうです、ここ注意です。皆さん気をつけてください。写真をね撮るときは豊橋側で構えておいてください。はい、名鉄はねこんな感じでコンビを組んで走ってることが多いですね。そしてこのリニューアルでトイレも
和式から洋式へ変わりました。パンタグラフは先ほどと同じくひし形になります。そう菱形です。そう、そう髪の毛背景にね黒だからパンタグラフ見やすいかなって。かっこいいよねどっちも。そう続きましてこちらです。じゃんじゃじゃじゃんじゃん、こちらです。皆さんニュースカイによく似た車両ですが、これは何系かわかりますか？お、ニュースカイによく似てるんですよ。そう似てるよね。そうそうですそうなんです。こちらは2200系になります。いや大喜利スタート早いからここはまだ普通に答えていただいて大丈夫なので、はいはい、こちらは2200系です。この車両も座席指定の特別車2両と一般車の4両の組み合わせで走ってますはい、4両の組み合わせで走ってます。一般車は3扉車で転換クロスシートとロングシートの両方があります。みんな疲れてるのかって確かにね、みんな疲れてる、もしかしてそう、こちらはね、そうパノラマスーパーと同じように豊橋側が特別車、岐阜側が一般車となってますはい、そうですよ、今日金曜日だから皆さん今日絶好調ですね皆さんフフ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 1700系とコンビを組んでるのも2300系、ちょっと違うらしいんですけど2300系なんですよねお、よくお世話になってる。そう、そしてミュースカイと、まあ、よく似てるんですけど、ここね特にねミュースカイと似てるんですけど車体傾斜装置はついていません。ついていないんですけど、パンタグラフはミュースカイと同じくシングルアームになってます。じゃん、シングルアームになってます。見えるかな。そう傾斜しないんですけど、そうミュースカイは青でね、似てますよね、とっても色違いみたいに見えますよね、似てるから。そう、こちらは2200系になります。そう乗ったことあります？傾斜すると見せかけてしないんですよね。あ、ないないっていう方多いですね。あ、結構あります。ないない方も結構多いですね。ミュースカイならという方もいますね。しないんかい。よく乗る、一番乗る、おお、いいですね。うんうんうん、そう、ここでおーちゃんクイズのコーナーでーす。パチ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 、お、おーちゃんクイズのコーナーになります。
よいしょ、クイズのコーナーですまず前回のおーちゃんトレインのクイズの問題と答えを発表します。前回の問題と答えはこちらでした。三河線の海線側の終点は壁なんですが、昔はもっと先がありました。昔の終点は何駅でしょうかの答えが吉良吉田駅でした。皆さん分かりました？そう、今はもうないんですけど、壁南の終点の壁南の先にの先に吉良吉田駅をがつながってたんですけどね。そう、答えは吉良吉田駅でした。そうはい、というわけで回答が早かった上位3名を発表したいと思います、答えはね、今回もクイズを出題しますが、答えはコメント欄ではなく私のモバイルメールの返信メール、返信に送ってくださると嬉しいです。そして上位3名を次回のねおーちゃんトレインの発表で上位3名を名前を呼ばせていただきますので、皆さん準備をしといてください。というわけでまず上位3名の発表をしたいと思います。あーすごい、アイテムがハロウィンだ。まず第3位、じゃん、たかしさん、おめでとうございます。第3位たかしさんです。パチパチパチ、おめでとうございます。そして第2位がけいちゃんさんです。おめでとうございます。パチ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 、早かった方だったですね。コングラチュレーション、パチパチ。そして第1位がででん、せいじさん、おめでとうございます。こちらの3名が回答の早かった上位3名になります。おめでとうございます。パチ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 、はい、というわけで今回の今から出題するクイズの答えも皆さんもメールの方で送ってくださると嬉しいです。そして今回のクイズの問題は、今回は久しぶりに信号機の問題です皆さん久しぶりの信号機問題になります。皆さんメールを送る準備はできましたか？答えを送る準備はわかるか。お、ボケにくい、大喜利する気まんま。はい、というわけでいきますよ皆さん。今回の問題はこの信号機の意味は何でしょうかが問題になります。いきますよ、じゃん、この信号機の意味は何でしょうか。ててててててて、てチクタクチクタク、この信号機の意味は何でしょう。チーム E、 そうですね、緑ですからね。クマ出没緑だしね。お、チーム E 推し、オセロ、おーちゃんに注目、注意かおーちゃんに注意、三色団子、草餅あるよぽい、よもぎ餅
抹茶バサミ団子。そうですよ、正解はダメですよ。 SKE 進行団子、おしゃんなマカロン、茶畑団子とかチームイとか多いですね。まあ、そうですよね。これ結構電車で GO とかする方は割と得意なんじゃないですか、この問題。お、オセロのバチモン、上下2つはよもぎやね。色的にね。ああ、真ん中3つのうち1つめちゃめちゃ酸っぱいみたいなありますよね、そういうお菓子。白のところに好きな色を書いてください。お、皆さん今回の問題はこれになります。これの意味の答えと早かった上位3名は次回のおーちゃんトレインで紹介します。皆さんお楽しみに。パチパチ。皆さん面白い回答いっぱいですね。タックチャンス。そうですね、こんな感じでまたメールで発表するので回答をお願いします。ボケにくいわ。みんなだって問題出す前からボケる気満々でしたもん。ね、だってね、最初のこれ何系でしょうって言ってる時からもう大喜利がもう絶好調だったのに。急に信号問題になったらみんなさっきのなんとか系の大喜利よりも困っちゃって。ちょっとみんな今日絶好調かと思いきやね。苦戦していましたね。また次回のおーちゃんクイズも大喜利トレイン。そうですよ、また次回も楽しみにしております。金曜日だから、そうだね、みんな金曜日だからね、今日難問すぎて。はい、というわけでここで車内販売のコーナーです。よいしょ。ボケたいお年頃なので。はい、というわけで、ここからは車内販売のコーナーです。わーい。はい、というわけでまずはこちら、じゃん、避難市のきり丸ラーメン。愛知のお土産に悩んだ方はぜひこういったものも選んでみてください。そしてこちら、愛知県豊橋市で人気のこちらがピレーネというものです。皆さん知ってますか？お、ピレーネ、こちらはですね、スポンジにクリームが挟んであるシンプルなケーキです。お、ケーキ。季節ごとにいろいろな味があるそうです。豊橋市の方はいますか？知ってる方、うん、知ってる方も知らない方も地味に好き。皆さん豊橋市の方はいますか？そう、美味しそうですよね。スポンジにクリームが挟んである、めちゃめちゃ美味しそう。こんなものもあるので、ぜひ愛知のね、来た時は食べてみてください。はい、そしてですね、今こんなものも
あります。 GoTo 名鉄三河線、そう GoTo 名鉄三河線というものもありまして、デジタルスタンプラリーですね、来年の1月31日までやってるので、気になる方はまたぜひ調べてホームページの方をチェックしてみてください。 GoTo 三河。そしてね、今日からこれ皆さん分かりますか？そう、鬼滅の刃による鬼コラボが始まってます。鬼氏と高浜市役所にこのようなデザインのいぶし銀になったキャラクター14人が高浜市にね、そう、禰豆子です。禰豆子、鬼滅の刃の皆さん、鬼滅の映画は見に行きましたか？こういうのも豊橋市の市役所にあるみたいなので、ぜひ見てみてください。すごいですよね、これもすごい職人ですね、かわいい。そう、禰豆子、こういうのもあるみたいなので、ぜひ見てみてください。ねえずっち、そうそうですよ、かわいい。お、昨日見たの、見てる方もいますね。今ね、とてもね有名で流行ってますもんね。はい、というわけで今回の車内販売でした。そして皆さん、今日は臨時増発でしたがね、そう、忘れてはいけないですよ。そう、私もね一回鬼滅の刃のコスプレを EX 大衆さんでさせていただきました。めちゃめちゃ楽しくて、炭治郎のコスプレをさせていただいたんですけど、まあ、初の男装が炭治郎でしたね。人生初男装が炭治郎でしたね。はい、そうそう、今回の臨時増発、そうね、こちら皆さん、名古屋行き最終列車、ドラマの名古屋行き最終列車に私が出演させていただきます。パチ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 。そしてその放送日がもうすぐになります。皆さん、名古屋行き最終列車の私の出演するドラマがもうすぐです。放送日が、皆さん忘れちゃダメですよ。三河線編、放送日が11月2日、11月3日、11月4日の3夜連続になります。パフパフ、どんどん。皆さん、おお、そう、33分ということで、ぜひチェックしてください。そう、今日ね、15秒の PR 動画もね、公開されていましたね。ドラマの一部が、うん、使われていましたけど、もうますますドラマが楽しみになりましたね。そう、深夜の時間が深夜の0時15分から48分までメーテレにて放送されます。皆さんぜひぜひ見てください。そう、このね、名古屋駅最終列車の三河線編はローマの休日とかを、なんて言うんですかね、ローマの休日とかをオマージュした的な風な物語になっていて、そう、パロディ風っていうんですかね。なので結構、あ、このシーンはもしかしてあの、そう、オマージュしたあのシーンはもしかしてっていうところもあるので、ぜひね、楽しみにしていてください。こちらはですね、ラブコメディになっています。恋愛ラブコメディ
で私の役は高校3年生の役になっています。ぜひ楽しみにしておいてください。ラブコメラブコメディになっておりますので、笑いありなところもあるので、ぜひ楽しみにしていてください。はい、まあ、笑う準備をして見ていただけると嬉しいなと思いますそう、笑いありですよ。そうなので、ぜひチェックしてくださいはい、笑いあり、そう、ラブコメって、ラブコメですね。監督さんもおっしゃってましたが、そうハンカチ、あ、泣けますか。あ、そうだな、まあハンカチはまああってもいいんじゃないですかね。そうですはい、ぜひ楽しみにしていてくださいよ。そう、はい、そうですよ、名古屋駅最終列車ぜひ。まあでも笑う準備をして見ていただく方がいいかなと思います。はい、というわけでこんな感じですかね。まあ、今回のおーちゃんトレインはこんな感じになります皆さん臨時増発でしたが、見てくださり、金曜日でねちょっと疲れてそうなところもありますが、皆さん見てくださりありがとうございます。とってもとっても楽しかったです。そう、はい、どうもありがとうございました。終点ですね、そろそろ、あっという間。そう、明日はね SK48 のトーク会もあるので、久しぶりにね、まあ、前回ねオンライントーク会が愛知に住んでる方限定ではあったんですけど、一回ありましたね。でも全国から他のね地域に住んでる方も会える機会ということで、まあ、今年初めて皆さんとねお話しできる機会ですよね。なのでぜひ会える方は、ね、予防もしっかりして手洗いうがいをしてマスクもして万全な体制で装備で来てくださると嬉しいなと思います。はい、まあね今回はね来れなくても結構振り替えとかなんで来れなくても、またね次のシングルもね発売されるという発表も周年の時にあったので、またその時にね機会に次のシングルの機会でも全然きっと会えるタイミングはあるかもしれないので、ぜひ来れる時に皆さん会いに来てくださると嬉しいなと思います。ぜひ明日明後日の2日間名鉄に乗った方は報告をお待ちしてますはい、というわけでそろそろですね。皆さん今日もありがとうございましたぜひ、あ、そうそうそう、この後インスタライブもするので、よかったらすぐ、もう多分配信終わって数分後とかにインスタライブもするので、そちらも楽しみにしていてください。皆さん今日も配信を見てくださりありがとうございました。ゆっくり休んでください。今日は金曜日なのでじゃあ皆さん配信ありがとうございました。バイバーイ。